イリットのコンセプトはニュージーンズコピー ?HYBE 関係者、ニュージーンズのコンセプト案を事務所に提供、と告白 HYBE、ハイブ、参加レーベルのベリフトラボ、ビリーフラボが、同社からデビューしたイリット、アイリットの、記号ニュージーンズコピー記号を放置していた、という疑惑が浮上したと11日、韓国メディアのスポーツ競合が報じた。同メディアが確保した文書によると、ベリフトラボに所属するイリットのビジュアルディレクター、以下、ドクターは、 デビュー準備段階当時に HYBE 関係者へニュージーンズのコンセプト案提供を要請し受け取ったという。すると、その後のイリットデビューコンセプト案がニュージーンズの案と相当な類似性があり、書類提供者は問題意識を感じたととろ。しかしベリフトラボは、イリット、ニュージーンズの類似性を否定する声明を発表したため、HYBE 関係者は、これ、ニュージーンズのコンセプト案を全部見て参考にしたのに。 なぜ違うと言ったのかわからないと首をかしげたという。そんなベリフトラボは、ニュージーンズとイリットの類似性を否定しただけでなく、民、ヒジン前アドア、アドル代表に対して、法的対応を進めている状態だ。今回の件が明るみになった以上、イリットがニュージーンズに似ているという疑惑は、再燃すると見られる。民前代表の法廷代理人、セジョンは、HYBE の内部提供者が、イリットのコンセプトを構想する段階から、 ニュージーンズのコンセプトをコピーしていたことを認めた。また先行仮処分決定でも、両グループの類似性が認定されている。にもかかわらず、ベリフトラボ及び HYBE は、むしろ、イリット盗作疑惑は、民前代表の虚偽事実のルフだと主張している、と指摘。これに先立ち、ソウル中央地方裁判所は5月30日、民前代表が提起した議決権行使禁止仮処分を引用し、 イリットのニュージーンズとの類似性について、イリットのデビューを前後して、大衆の間でもイリットのコンセプト、ダンス、衣装などが、ニュージーンズのそれと似ている、という意見が出ていた点を指摘し、アドアの資産を保護するための義務に合致すると判断している。よろず、ニュース、C みゆき。